ゆふなさん、やってしまいましたね。今ゆふなさんが大炎上しています。前回のプライズなんか火にならないほどに。何が起こっているのか。シーズン17のランクっていうのは、まあ皆さん知っての通り、あのシステム上外役ハイドがたくさんいるんですね。外役ハイドといっても様々なんですけど、まあ例えばソロでアンチ外耐久してたり、最初にある程度物資漁ってアンチ内の自分の知ってるハイドポジでハイドとかだったり、まあそんななんかいろいろな外役ハイドの中で最も悪質極まりないのが初動単独折りハイドなんですよ。初動単独折りハイドっていうのはドロップシップから降下する前から単独折りを選択し、戦う意思を最初から全く見せずに、どこで調べてきたのか、もう絶対に見つからないであろう場所にソロでハイドするってことなんですね。で、なんと、ユフナさんは、その最も悪質な初動単独折りハイドをしてしまったという事実が明らかになりました。そのツイートがこれです。ユフナさん、単独降下ハイドやめてください。プレボーダーきついからって名前とバッジ隠してハイドするのダサいってやめた方がいいですよ。これですね、ちゃんとこのリプランに証拠動画とかも撮られてて、もう謝罪するしかないと、ユフナさんは。あ、ここでね、あの謝罪しないといけない理由がわからないとかいうね、頭の中がすっからかのバカはもう動画見なくていいんで、うん、ヒカクラでも見とけ。で、あのこの後ユフナさん自身が謝罪ツイートをしました。今回お騒がせしてる件ですが、フレンドが来るまでの少しの空き時間でソロハイドを2試合ほどして味方に迷惑かけてしまったことをお詫びします。味方になった方申し訳ありませんでした。以後二度とないように気をつけます。当人には直接 DM で謝罪しました。はい、これだけならね、多分大炎上というか、もう炎上どころはもう、あ、プチあれぐらいで終わったと思うんですよ。でもユフナさん、このツイート嘘ついちゃったんですね。このツイートの中に嘘が含まれるんですよ。このツイートでは2試合ほどって言ってますけど、まあ、特定班が調べ上げた結果、2試合どころがこれ、こんな感じでもう画面が埋まりきらないぐらいびっしり何試合も単独降下ハイドしていたというのがバレました。これが今回の騒動です。あのね、まあ多分今からいろいろと話すんやけど、まあ 99% ユフナさんには嫌われちゃうかもしれません。あんまり他の人もいい印象を受けないんじゃないかなと思います、今から話すことは。でもね、あのこういう経緯ってもうエペ界隈の中だったら俺しか触れられないんですよ。俺が一番適役やと思ってるんですね。だからちょっとあの僕もね、あの今から覚悟して話すから、ちょっと真面目に聞いてほしい。ユフナさん、おめえバカか。あのね、こんなん俺でも救えねえよ、これ無理。あのね、最初は実はそのいい感じに印象操作していい方向にいい方向に持っていって、まあ、丸く収めようと思ったけど、これ無理だわ。なんかもう30人ぐらい人殺した殺人鬼を無罪にするぐらい無理。あのな、お前な、お前人っていうのはやらかした時の行動で全部決まるねん。俺も何回かやらかした。それこそ、ユフナさん、あんたと同じ超外役ハイド、アンチ外耐久を配信中にやったらボロカス言われたよ。ランクやる人おらんくて、同行依頼したら、その人がチーターでブースティングもしてもらったことがあります、僕は。でも、そういうのってバレるんですよ、隠してても、いつか。そういうのは悪いことはいつかバレる。でも人間どんなに気ぃつけててもやらかしてしまう生き物なんです。バレた時に何を一番求められるか、周りはどういう言葉を待っているのか、それはたとえ事実であっても罪を軽くするような弁解じゃないんですわ。ごめんなさい、これだけ。ユフナさん、あのね、僕ユフナさんのこと尊敬してますよ。エイペックスうめえし、プレデターだしね、解説もすごい上手、しかも優しい、完璧人間すぎる。あ、僕がね、昔 CS やってた時、チャンピオン画面にユフナさん来た時はめちゃくちゃ興奮しましたよ。だからこそ出しゃばって言わせてもらうけど、今回あんたが取った行動マイナス2億点、話にならん。反省しろ、心から。
謝罪する気全くないやないか。え？全く悪いと思ってないやろ自分。もうね、こんな動画上げたからには終わりよ俺は。今までちみちみ築き上げてきた信頼、コラボ、じゃああげやんかったらええやんって思うでしょ。あのな、俺が普段からなんか外役ハイド狩りの動画出して、まあ、10万再生とか言ってるわけやん。で、ただでさえ、もうその前から物申すみたいな感じの動画もいっぱい出してんのに、これに触れるなとか無理な話やろ。逆に不審やわ。絶対配信でもコメントでめちゃくちゃ言われるし、無視することなんてできないんですよ。だったら、もう、無視することができないんだったらちゃんと言おうって。だから今動画にしてます、こうやって。でもね、無理無理。こんなん負け格イベントです。ゆふなさんのツイートのリプランを見る限り、やっぱりさ、そのどうしてもちょっと有名人というか、著名人のちょっと的外れな変な用語みたいなものがちらほら見られるんですよ。なんか、もうさ、そういう感じの適当なことを言うて、その沈下させようとするのそろそろやめおらよ、そういう風習。寒気がする。お前らがそんなクソみたいなぬるま湯環境を作っとるからちゃうんけ。それで、なんかこの人らが言うてんねんやったらそれが正しいとか言うバカな視聴者が叩く人より圧倒的に多くなって、もみ消されんねん、あかんことが。いや、叩け言うてるわけちゃうよ。そんな環境やからやらかした本人も反省せえへんねん言うてんねん。また繰り返すぞ、これ。動画だったり、話題に出すんやったらしっかり説教せえや。あのね、規約違反じゃないとか言うとるなんも知らんバカ多いけど、初動単独効果ハイドは戦闘放棄っちゅう立派な規約違反で、ちゃんと万対象やからな。でな、俺みたいな数字ないやつがこんなこと言っても、なんか無駄に叩かれてもう終わりよ。これで多分俺登録者10万人、20万人仮に行ったとしても、ストサバラ絶対呼ばれへんで。これでお前さ、最近ようやくビジネス晴れ物やみたいなこと言うて喜んでたけどよ、振り出しに戻るとこちゃうでこれ、こんな動画出したら。でもええわ、もう、そんななんか薄っぺらい、クソみたいな人間関係で出来上がってる嘘の塊のような界隈。それが YouTube ドリームっちゅんやったら一生晴れ物でええわ、俺。最悪や、マジで。俺みたいなさ、なんか自分の素を出すやつが一番のけものにされんねん、こういう会話はよ。だから最近は押し殺してた、素を。それが正しいし、その方が伸びるし、金も稼げるから。だってそうやろ。今回のゆふなさん、単独効果折り、何十回もしてんねんやぞ。それが素やろが。あんだけ清楚でやってる人でも、野良の迷惑なんかどうでもいい。自分さえ漏れれば、そういう考えやねんぞ。俺だって、同じ考えよ。似たような考えしてる。野良のどうでもいい。でも、俺はそういう考えは悪いと思ってません。なぜかというと、個性だと思ってるから。なんで自分の素を押し殺して、作り笑顔でハッピーみたいなのが正解なのか、俺には全く理解できひん。いや、規約違反はあかんよ、絶対にね。野良らどうでも一緒みたいな、そういう考えは拡散でもいいよって思ってだけです。だから、今回のゆふなさんの騒動で、少なからずゆふなさんの周りの近しい人たち、この話題に触れるか触れないかわからないと思うんですけど、まあ触れると思うわ。でも、もうその触れ方次第で、僕は根本的にもう活動内容を変えようかなと思ってます。もしもやで。いや、今回の件、ゆふな悪くないでしょみたいな雰囲気に落ち着こうもんなら、俺は今後自発コラボを諦める。知らん、そんなもん。でも、僕は信じてます。ちゃんとその、説教してくれるって、今回のことに関してはね。はい。まあ、どれにゆふなさんね、いろいろ偉そうなこと言ってすんません。最後にもう一つだけ偉そうなこと言わせてください。さっきも言うたけど、人間いつかやらかします。その時みんなが望んでるのは、誠心誠意、潔い謝罪なんですよ。やらかしてもたもんはもうしゃあないやん。けど、この世のやらかしっていうのは、大体はちゃんと謝ったらみんな許してくれる。もちろん、もう幻滅して去ってしまう人もおるよ。たくさんね。けどさ、そんな人ら、遅かれ早かれ去ってます。本当のファンは、やらかした後の行動までちゃんと見てくれてるから。まだ遅くない。ちゃんと謝罪しましょう。そしたら、きっとみんな許してくれる。
一部アンチには一生言われるよ。うざいよな、わかる。けどそれもさ、時間が経てば自虐ネタにすればええやん。俺もチートブースティングの裏に言われました。あのバリスタさんってチーターにブースティングされた人ですかって。もうね、はい、そうです、もう今度はバレないようにしますって。もっとドンと構えてくださいよ、ユフナさん。そんな情けないことばっか言うてたらファンの人ら不安になりますよ。いいじゃないですか別にね、謝罪の動画に広告収入バカみたいにつけたらいいじゃないですか。うん、僕嬉しかったですよ。あ、ユフナさんでもやっぱこういうとこあるんや。あんなね、もう優しそうな顔してるのに、ノララどうでもええみたいなギャップ萌えってやつですかね。あかんけどね。でもなんか近しいものを感じました。だから応援してます本当に。これからも俺はまだこうやってその関わり合い持てやんから、外野からこうやって変なヤジ飛ばすことしかできひんけど、まあいつかね、その大舞台に上がれるよう、また失って信用を一から取り戻していこうかなと思います。あ、そうだユフナさん、そういえばバリバリカップお誘いのメール見てくれました？出ませんかね、よかったらね。僕たちほら似た者同士じゃないですか。どうですか？ユフナさんが出てくれたら僕もよいしょ動画ぎょうさんあげますよ。もうあげさせていただきますよ。もうね、俺がバックにいたら大体のこと安心やと思うんやけどな。まあそうだ、あといきなり自虐ネタってことで一緒に外国ハイドやりませんか。外国ハイド狩りどうすか。これ絶対伸びますよユフナさん。